ライズボア 67.5 キロマッチ。ボスジムから放送作家見延達弘47歳。ボア開幕戦で渋谷の清水秀人、ボア2で金沢の高見と強豪を連続撃破。勢いそのままに3連続勝利を狙う。今回は自分より何倍もキャリアがある選手みたいですけども、カウンターで相打ちにしたいと思います。ボス。対するはならず者の楽園赤羽から、ワンリンク建設会社社長鈴木紀之44歳。確かな技術と経験を携え、ボア初参戦。実力白昼、スピード勝負。見延達弘 VS 鈴木紀之。それではただいまより第13試合 67.5 キロ契約1分30秒2ラウンドを行います。青コーナー178センチ 66.95 キログラム、ワンリンク所属44歳、建設会社社長鈴木紀之。赤コーナー177センチ 65.9 キログラム、ボスジム所属47歳、放送作家見延達弘。レフェリー永瀬。さあ、ライズボア第13試合が始まります。解説は今回もですね、こちらの方に来ていただいております。皆さん、あかり選手でございます。あかり選手、よろしくお願いします。お願いします。いや、今回の第13試合目も楽しみですね。楽しみですね。この見延選手、あかり選手、はい、清水選手、高見選手に勝って、現在3連勝をかけて今回戦います。そうですね、2連勝中です。さあ、どのような試合になるのか。勢いが、これ勢いありますよね。ありますね。一方の青コーナーは鈴木選手でございます、うん、なんと3週間前に試合が決まって17キロ減量してきたみたいです。よくいや、17キロ減量ってすごいですよね。すごいですね。ターゲット本部代表の菅原雄介さんも協力したみたいなんですけど、気合が多分違うと思います ね、はい、プロでもあんまり17キロ減量ってないですよね。はい、はい、この見延さんの圧力、そして鈴木選手もこの実力者って言われてますからね。でもすごい体は大きいので、うん、全然パワー負けとかはしなさそうですよね、うん、この見延選手のパンチはどうですか、はい、あ、まあ、でも、うん、結構勢いがあって数は当たってるんで、はい、あとは的確に正確に打てれば効かせられるかなとは思います。一方、この鈴木選手の返しでちょっとね、見延さんが顔上がった場面も一瞬ありましたね。まっすぐなパンチすごい上手いですね、鈴木選手、うん、鈴木選手、なんか鈴木選手も圧力が、うん、体が大きいんで、ね、背中の筋肉とか、いや、すごいですよね。すごいですよね。打ち合いも負けてないですよ、全然。この見延選手も鈴木選手も膝も得意だし、うん、遠くても近くても何でもできるって感じですか。そうですね、パンチから膝がすごい上手いなって印象ですね、うん、2人とも似たような感じではありますよね。いや、これ見物はあります。やっぱりライズボアの中でも実力者同士のね、うん、対決ですよ ね、 そうですね、はい、見延選手は放送作家、そして鈴木選手が建設会社社長、うん、もう建設会社社長と放送作家ってもう全然違うね、職業ですからね、はい、すごい、そういった、ね、職業での対決も面白いです、うん。いやー、でもね、見延さんも47歳で、はい、鈴木選手44歳、うん、なんか体つきがもう全然ね、うん、20代のプロの選手と変わらないですよね。変わらないですね。いや、これ相当でも減量とかもね、普段節制してますよね、うん、3週間で17キロって本当に、はい、難しいですよね、うん、あ、
このリングにかけてきたところですね。お、ノーダウンです。ミノベ選手圧力がすごいので変わらず、このミノベ選手の細かいローキックとかも嫌ですよね、うん、いいと思います。なんかすごいパンチから蹴りができてるんで、うん、この後蹴りとか打てると、うん、ナイス膝いいですね。鈴木選手も膝うまいですね。これ入ってきた時に打たれる膝ってやっぱ効くんですか。そう、なんか自分が前に行くのと刺すので、うん、あなんかダブルで多分効くと思います。なるほど、はい、いわゆる天下をっていうんですよね。あ、そうです、そうです、はい。おー、ナイス、いいですね。鈴木選手の右のパンチも当たるようになってきましたね。受けて返すがしっかりできてますよね。ミノベ選手はちょっと ここからどう攻めていきたいですかね。さっきの勢いが欲しいんですけど、うん、今はちょっとプレスで押されちゃってるんで、はい、まあ、1回クリーンズで、1回クリーンズ、ちょっと効いてるかな。今ライズボアで2連勝中のミノベ選手が結構パンチ力は鈴木選手の方が分がありそうですね。なるほど、はい、さあラスト10秒だ。ナイスされた。さあ見延選手3連勝なるか、それともその3連勝止めるか。すごい打ち合いが、おお、お互い最後まで攻めた。いや、この試合面白かったですね。面白いですね。気持ちが本当になんか気持ちの対決ってこういう試合のことですよね、うん、手数が多分どっちもお互い負けず嫌いで、うん、はい、どっちも引かなかったんで、うん、その場で打ち合いしてやっぱりあれですよね。もうこのもう疲れても気持ちがあるから前に行っちゃうってことですよね、うん、そうですね。手数止まってなかったんで、うん、お互い負けず嫌いですね。この鈴木選手の膝も良かったですか。良かったですね、うん、すごい近距離でも上手かったですし、相手が入ってくるタイミングの膝もすごい上手かったんで、うんうん、結構ポイント取れてるんじゃないかなとは思います。20対19、青鈴木、お、1人目鈴木選手。ジャッジ大沢、20対18、青鈴木、お、鈴木選手だ。ジャッジ佐藤、20対18、青鈴木、鈴木選手。以上3対0の判定をもちまして3対0、鈴木選手の勝利です。いや、見延選手2連勝で止まりました、うん、あれも、うん、なんて言うんですかね、そんなめちゃくちゃダメだったというか、うん、そんなにやりたいことができなかったわけではないのかなとは思うので。ミノベ選手はミノベ選手の戦い方できてました、うん、まあ、してたんじゃないかなとは思います。あとはちょっとの差ですよね。いやー、でもね、最後も最後までね、うん、よく攻めてくれましたよね、はい、すごい最後も打ち合ったんで、めっちゃ折れてなかったですよね、うん、いや、でも鈴木選手の膝本当にね、見てるこっちからも、うん、あ、聞いて聞くだろうなって分かりましたよ、うん、すごい綺麗に膝打ててたんで、うん、めちゃくちゃ良かったと思います。あかり選手もね、ナイス膝、ナイス膝って、鈴木です、ワンリンク取りました。とりあえず勝つことができて終わったです。ワンリンクの会長と約束して負けたら何されるか分からなかったんで本当に良かったです。あと今日急だったんですけど、応援に来てくれたみんなが本当、ありがとうございます。本当にそれが力になりました。あと今日ちょっと会場来れなかった娘にちょっと一言だけ言わせてください。このリー勝ってありがとうございます。ありがとうございました。今一度盛大な鈴木選手、よくね3週間で17キロ減量して本当にそこがまずすごいですし、うん、やっぱ気合が違いますよね、うん、やっぱり今後もね、ライズ・フォアまた多分出てくれると思うんで、そうですね、楽しみですよね、楽しみですね。勝ったのは建設会社社長鈴木栗之選手でした。